本日のテーマ、国民の財産を食い物にした楽天よ天罰だというテーマでお送りしたいと思います。こちらの記事から早速に入ってまいりたいと思います。楽天グループが10日発表した2023年1、6期の連結決算、国際会計基準は最終損益が1399億円の赤字、前年同期は1778億円の赤字だった。携帯電話事業は赤字幅が縮小したが、新プランの効果は限定的で黒字化の道筋は見えない。追加の資金調達が不可欠な中、三木谷会長兼社長は同日、子会社の楽天カードの上場について柔軟に考えていくと含みを持たせたということで、楽天の携帯の解約率は、まあ、低下中ということで、まあ、一応この22年6月期から、まあ、解約率は減ってますけど、まあ、契約はまあ、増えてねえと。まあ、省のね、統計出してるなって感じ。後で言いますね。売上収益は 10% 増の9728億円。営業損益は1250億円の赤字。前年同期は1987億円の赤字だった。楽天市場などのインターネットサービス事業の営業利益は 20% 減の263億円。金融事業は 26% 増の596億円。携帯事業の赤字は同年通期の2538億円から縮小したが、1850億円と巨額だ。23年、四六の連結最終赤字は574億円で、赤字は12四半期連続だ。16期の携帯電話の赤字縮小は、6月に投入した新プラン、楽天最強プランによる新規顧客の獲得と離脱の食い止めの効果だ。KDDI から楽天が回線を借りるロールミング、相互乗り入れなど、通話品質を改善し、今四半期の契約数の伸びは24万件と、前四半期の 2.7 倍だった。解約率も 2.4% で 8% 近かった、22年 6月の時点から下がった。まあ、感想ですがね、さすが、日経売国土新聞だけありますね。まあ昔楽天を散々持ち上げただけにね、今このような惨状になったとしても少しでも持ち上げようと努力しております。中身のないやつを持ち上げるからこうなるわけですよ。まあ後先考えて記事にしろって言いたくなりますね。このバカ野郎日経新聞って言いたくなりますわ。本部に戻ります。10日には7月の契約数速報値を公表し、10月末から10万件増の491万件となった。ピーク時の22年4月時点、約500万件に及ばないが、三木谷氏は今後1から2週間で契約数の500万回線を実現できると述べた。契約数の800万から1000万、1契約あたり年間平均収入で2500円、現在2010円を目指す新たな目標を示した。感想、まあ契約数は落ちるものところまで落ちたから、まあ上がったというだけでございます。あと楽天の取引先に無理やり買わせてるなんてしていないでしょうね。やってそうな感じがするな。契約率の回復も、少し契約件数が増えたのも落ちるところまで落ちぶれたので上がったに過ぎないと思います。もっとも最強プランをめぐっては市場から初速について物足りないという声が上がっている。ゴールドマンサックスはリポートでネットワークの品質改善効果が限定的にとどまっていることが主因だという。競合各社が楽天潰しと称される新プランを打ち出した影響もある。 NTT ドコモは7月、光回線などのセット割ならば3ギガまで月880円のプランを投入。 KDDI の傘下の UQ モバイルを刷新し格安プランを投入した。 KDDI の高橋誠社長は、
最強プランについて全く影響がないと意に返さない。まあ感想ですね。新投入したプランに中身がない、話にならないレベルの企画なしプランで、しかも楽天潰しのプランで、大手携帯大手が反撃を手ぐすね引いて待ってるとすればですね、来期はですね契約数大幅減少ではないかと思います。楽天は基地国などに当てるための発行した社債で、24年度以降に大量の償還を迎える。償還予定額は23年の780億から24年に300億程度、3000億程度、25年に4000億円規模と苦しくなる。24年以降の償還に向けて楽天証券ホールディングスの上場などの資金確保に追われる。楽天グループの社債の格付けは引き下げが続き、社債の借り換えコストが高まる中、携帯事業の出血をしなければ資金の売却がさらに続くことになる。まあ感想ですね。ホリエモンチャンネルが言うようにアマゾンに買い取ってもらうか、しかし円安の今アマゾンが買い取ってくれるか疑問だ。そうなると行き着くところ携帯大手に合併されるしかないだろう。そして楽天の消滅も天罰を下しかないだろうとタイトルにした理由は、国民の財産を食い物にした極悪人だからだ。このことを解説していただくにはこの人しかいない、三橋貴明先生だ。登場していただきたいと思います。さあ三橋貴明、規制緩和で生まれる既得権益。既得権益とは別に政府の保護、つまり規制のみで生まれるわけではありません。政府の規制緩和でも既得権益は生まれます。何しろ既得権益とは企業のビジネスのネタというだけに過ぎないのです。例えば政府の産業力会議の民間議員である楽天の三木谷社長の要望を受け、政府が医薬品のインターネット販売を解禁したとしましょう。楽天はインターネットにおける医薬品販売を開始し、売上利益を拡大していくでしょう。この時点で楽天はインターネット医薬品販売における既得権益と化しているのです。その後インターネットにおける医薬品販売が健康に問題が生じると判断され、法律が改正されようとしたとき、楽天は既得権益者として政治的に抵抗するでしょう。自分たちはビジネスのネタを失おうとしている以上当たり前です。というわけで結局のところ、規制の強化も規制の緩和もともに既得権益者を生み出し、さらに彼らはビジネスのネタを失う。法律改正には規制の強化だろうが規制の緩和だろうがいずれにも反対するという話です。企業の目的が利益である以上、これは考えてみれば当然の話です。というわけで政治家は時に各企業の利益を超えて国民のための政治を取り行う必要があるのです。すなわち企業に損害を与える法律であっても成立させる必要があるときは成立させなければならないのです。理由は国民の健康、環境の保護、人権の保護など環境観としての企業の利益よりも重要と思える環境条件が発生するためでございます。そして政府がというか政治家が企業の利益を度外視して推し進めなければならない政策を代表するものが安全保障になります。もちろん安全保障には軍事面はもちろんのこと、食料安全保障、医療安全保障、インフラ老朽化からの国民を守る安全保障、自然災害に対する安全保障、そしてエネルギー安全保障などが含まれます。例えば政府がエネルギー安全保障を推進したとき、多数の企業が被害を被るケースもあります。といいますか、日本のエネルギー安全保障には有害でしかないヒットを排出する場合、メガソーダなどの発電会社の多くに間違いなく損失が生じます。それでも政治家は国民の安全保障のために容赦なく法律を改正する必要があるのです。国民はまさにそのための権力こそ選挙を通じて政治家に与えているわけでございます。まあ感想といたしましては、医療安全保障、なぜ薬局に規制があったのか、
それは薬をむやみやたらに取ったら健康を害するからであります。でも 手に入れやすくなっていたとしたらどうだろう。健康をかえって害することになるだろう。こういう週刊誌の記事を見たことある人は多いのではないか。これですね、この記事ですね。こういうことが起こる理由の一つに医療安全保障がある。つまり薬がむやみやたらに変えるゆえにこういう問題が起きる。こういう問題を起こす一因に楽天によるインターネットにおける医療医薬品販売自由化があったことは否定できないだろう。さらに医薬品のインターネット販売が解禁されたとしても新たな需要を生むとは思えず、要するに限られた場合の医薬品需要をと地域の、ね、薬局が新規参入である楽天などのネット販売業者と取り合う関係にあります。これゆえに楽天は薬剤師さんを失業させて地獄に陥れた罪は重い。そういう楽天が悪魔のように事業欲だけで巨大化した上での崩壊だったとしたら倒産しても当然なのではないか。さらに今の時代、貧富の差の拡大、地政学的リスクなどの解決のために政府が何かやろうと しても文中にあったような企業の目的が利益が既得権益のように存在して社会的課題解決、問題解決の邪魔をすることはこれから多くなるのではないか。時代はもう何でもかんでも自由の時代から地政学的リスクに代表されるリスクを評価してそれに対して公的機関も規制を加える時代になるのではないか。そこをモンスターのように今度は既得権益者としてあくまでもグローバル的な利益追求を楽天が求めるとしたら、それこそ世の中の安定を壊す犯罪者となるに過ぎないのではないかと私は思います。やはり楽天はこのような罪を背負った企業だ。グローバルが終わる今、このような事業不振が起こるのは当然でございます。ということで最後はこの言葉で締めくくりたいと思います。楽天よ、地獄に落ちるがよい。ご視聴ありがとうございました。終わります。